はい、本日はですね、どうしてノースフェイスを買うようになったのかというところでね、お話をさせていただこうと思いますということなんですが、こういう話ね、僕あんまりまだしたことなかったんですが、何回かチラチラを言ったことあるけど、ちゃんとこうやって一本の動画にしてね、お話を皆さんのところにさせていただくということがなかったのでね、今回はそういうお話をさせていただこうと思っております。まあ、なので本日の流れとしてはですね、確かによく買ってるよねと、要するにいつから買うようになったんかとか、でなんで買うようになったんとか、でメリットっていうかね、そういうどういうことが良かったんとか、で最後はね、どう変わりましたかと、それ買うことでどう変わりましたかみたいなところのお話をして、今につながってるんですっていうところでね、終わりにしていこうと思いますので、そんな流れでいきます。まず最初にね、確かによく買ってるよねということで、いつから買うようになったかということなんですが、実は2017年ぐらいなんですよ。だからそんなにね、昔から買ってるわけじゃなくて、まあ、ここ5年ぐらいから買うようになったっていうことで、それまではむしろ逆でね、あんまり僕ロゴとかに興味ないし、アウトドアもせえへんから、ノースフェイスって知ってはいてるけども、よく大学の時とかってね、みんなノースフェイスのカバン持ったりとか、なんかジャケット買ったりとかするじゃないですか。であれなんで買ってるんって言ったら、なんかあんまよく機能性とかよくわからんねんけども、このロゴかっこいいでしょと、ザ・ノースフェイスですよ僕はと、ノースちゃんを持ってるんだよという、そういうちょっと自己満のところもあるじゃないですか。僕そういうの全くないからね、どっちかっていうと海系に興味があったんですよ。だからほんま海のブランドっていうかな、だからロンハーマンとかそういうのが好きやったりしてたんですけど、2017年ぐらいからノースフェイスを買い出したということでね、実はその17年に買い出した時も私服として買ってるんじゃないんですよ、仕事着として買うようになったんですよ。でそれなんで仕事着として買うようになったんっていうと、ノースフェイスの店員さんにね、実はノースって仕事着とかがメインやねんでって言われたんですよ。で、はぁ？と思ってね、何の話してんのって、ノースフェイスって言ったらこのロゴつけてカッコつけて歩くんがノースフェイスちゃうのと思った。いえいえ、実は仕事着とか、あとスポーツの時とか、そういう過酷な環境で着るものなんやでみたいな。だから今卓造って教員やって外走り回ったりしてるやんかみたいな、子供らとしてるやんみたいな、だからそれめっちゃ合ってんねんでって言われたんですよ。ほなじゃあ一回行ってみようかということでね、ルクワの梅田にあるね、ノースフェイスに行ったわけなんですよ。でバーって行ってね、ようよう話聞くとね、なんや機能性の話してるぞと。でそれまで服に機能性なんか求めてません、なんやったら見た目だけ良かったらええやろぐらいしか思ってないからね。機能性なんかあんねや、ただ切れればそれでいいんちゃうんかなと思ったら、あ、機能性があるんだね、こんなことなってる、これで風通さへんのとかっていういろんな発見をしたんですね。ほんならじゃあ服ってただ着るだけのもんちゃうやんと、性能もあるやないかと。でそれに気づいたのが2017年やったんですよ。だから結構僕言うたら遅咲きというかね、ちょっとデビュー遅めなんかなっていう感じもあるんですけども、まあそこから2017年から始まったということで、ほんまにね、職場の服を全部ノースフェイスで買い漁ったんですよ。で普段の私服はね、全然自分の好きなブランドとか違うブランド着てたんですけど、そしたらね、周りの先生らに言われるわけですよ。おいおいおい、私服でノースフェイス着んと、仕事でノースフェイス着てもったいないやんって言われるんですけど、分かってないなと、違うんですよ、ちっちっちですよ、こっちちっちっちもんですよということでね、実はこれってほんま過酷な環境とか仕事で着るのが合ってるんですよっていうことをね、コンコンと僕は伝えるんだけども、一切伝わらへん、こいつは何を言ってんねやっていうね、先生らの顔でね、なんかよくわからんこと言ってるなっていう感じだったんですけども、まあそうやってね、バンバンと買うようになったじゃないですか。だからね、じゃあなんで買ったんっていうところになってくると、やっぱ機能性なんですよ。でそこに惚れたということでね、はっきり言ってロゴに関しては僕あんまり興味がないんですよね。でこれってね、ノースフェイスあるあるやと思うんですけどもね、ノースフェイスの服いっぱい買い出したりしたらね、よく持ってはる方、僕の視聴者さん多いんですけどもね、ロゴを目立たへんやつ出してほしいって結構皆さん言うんですよ。でそれってね、あるあるでね、あんまブランドに惚れてるっていうよりかね、結構性能に惚れてるっていう方が特に多いんですよね。でそういう方ってね、ダウンジャケットとかマウンテンパーカーを特に持ってる。それ以外のってね、あんまパーカーとかでノースフェイスならではの機能性ないんですよね。だからアウター系が強いからね、こうアウター系の機能性を求めてみんな買いに行くっていう感じなんですけども、まあ、機能性ってさっきから言ってるけども、なんのことなんですのと、よくわかりませんわと、服なんか着れたらいいじゃないですかって思ってる方も多数いらっしゃるのはわかるんですけども、どうせ着るんやったら意味のある着方と全く意味のない着方、それどっちがいいんですかってなるじゃないですか。ほんなら意味のある着方しましょうよっていうことで、よくよく見てったら、ダウンってあったかそうやけど、これ風通すダウンジャケットなんやとかね、風通さへんダウンジャケットあんのとか、ダウンの中でも超竹梅があんのとかっていうのもね、知っていけば知っていくほどどんどんやっぱ面白くなっていくんですよね。まあもちろん車とかもそうやと思いますし、あと釣りとかもそうやと思うんですけど、まあ趣味ってそうじゃないですか、知れば知るほど面白いというかね。まあ車が一番わかりやすいかな。車とかやったらね、トヨタとかって言ってね、エンブレムが欲しい人もいっぱいいてあるからね、トヨタ車に乗りたいっていうだけの人もいてるやろうし、いやトヨタの中でもちゃんとこういう性能が欲しいんやっていう人はね、違う車乗りやるやろうし、もう車なんか乗れりゃ何でもいいっていう人はね、軽自動車乗るやろうし、まあ服もそうですよね。もう何でも別に綺麗だそれでいいねんっていう人はね、ユニクロ行ったり、島村行ったり、アベイル行ったりすると思うんですけど、やっぱちょっとね、性能こだ
だわりたいねんとか、ちゃんと上質なもの欲しいねんって言ったらね、やっぱ違うとこ行ったりとかするじゃないですか。そういうのをね、どん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 自分でこう好きやから勉強していくうちにね、気がついたら工場に行ってみたりだとかですね、いろんな本買ってみたりとかですね、でまあ YouTube もやりだしたりとかしてですね、まあ、もしかしたらですけど店員さんとかデザイナーさんよりもですね詳しくなっていったというかね、あの素材とかのことに対しては、もう工場とか僕何回も見に行ってますから、工場の人に聞いたりしたら、デザイナーやのに服の原材料知らんとか全然おんねんとかっていう話でね、作り手の人もね困ってはる人結構いてはったりしてて、あ、そんなもんなんですねと、結構見た目だけでやってる人多いんですねって言って、もちろんそうじゃない人もいっぱいいてるんですけども、そういうね、まあなんちゃってみたいな人もね、まあ中にはいてはんねんなっていうのがね、いろいろ気づいたりはしたんですけども、まあ実際それをね、ノースフェイスとかそういう機能性をね買うことによってどうなったかというとね、僕マジでね風邪とかひかんくなったんですよ。ほんまにめっちゃ僕毎月風邪ひいてたんですよね。体弱い系 YouTuber やったんですけども、あ、なんかねちゃんとこうやって着こなししてミッドレイヤーとかね、防風素材とかね、ちゃんとそういうの重ねていったりとか、あとは速乾性のあるシャツとかね、そういうの考えていったらね、体調不良せんくなったんですよ。これマジでね、あいやいやいやちょっと偉そうで適当に言ってないかって思うかもしれないですけど、マジでほんまにそういうのになったんでね、これ見ていただいてる方の中でも多分いらっしゃるんちゃいますかね。僕のこういうのいろいろ喋ってるのとか聞いたりしてね、あ、確かにちゃんと機能分かった上でね着ていったらね、あの体ちゃんと守れるようになったわとかね、今まではなんかニット何枚もね重ね着したりとか、ヒートテック何枚も重ね着する意味のない着方してたんやけども、タクゾの言う通りちゃんとインナー着てミッドレイヤー着て、で最後アウターで締めたら全然たった3枚のに全く寒ないわとかっていうのをね、ほんま体感していただいてると思うんですよ。だからこうやってね見ていただいてると思うんですけども、たかが服なんですけどもね、ほんまに生活スタイルというんかね、こう人生が若干変わるじゃないですか。だから僕はねそうやって思った時に、やっぱ服にもね物語があんねんなと思ってね、たかが服でね、その辺に変わってる汚いねハンガーに変わってるだけじゃなくてね、あ、ちゃんとこれが作られるまでに物語があって、それを厳選してる人らがおって、素材から何からパターンから選んだりとかいろいろしてる人がおるんやなっていうことにね気づいた時にね、もうこれはね物じゃないんですよ、もうこれ生き物なんですよ、いうことでね。でそっからノースフェイスだけじゃなくて、ノースフェイスのね工場とかも僕何個か知ってはいてて、そこから行ったりもしたことあるんですけども、それ以外にはパタゴニアとかね、アークテリクスもいろいろ買うようになったりとかして、あ、ブランドによってここ強いとこもあれば、ここちょっと手抜いてるとこあるなとかっていうのも気づいていくんですよね。そしたらどうせフリース買うんやったらこのブランドの方がちゃんとしてるなとか、どうせマウンテンジャケット買うんやったらこのブランドの方がいいなとかっていうことで、やっぱ持ちは持ちやみたいなところがあるんですよね。だからね、皆さんもそうやと思うんですけど、スキヤに行ってねカレー食おうかとはならんじゃないですか。まあ、スキヤに行ったら牛丼食おうかなってなって、カレー食いでんってココイチ行くっしょということで、まあ、持ちは持ちやなんですよね。まあ、もしかしたらスキヤでもねカレー食べてる方いらっしゃるかもしれんけど、いや、スキヤのカレーがうまいねんっていうね、あの蕎麦屋のカレーがうまい現象ってあるじゃないですか、たまにね。なんかラーメン屋のにチャーシューのがうまいみたいなね、なんかちょっとサイドメニューの方がうまいみたいな店も中にはあったりするんやけども、まあ、何の話してたかちょっとよくわからなくなったんですけどもね、まあ、そういうことで、まあ、こうやっていろいろやっていったらね、あのいろんなブランドがあって、いろんなそういうこだわりがあったりするんやなっていうのもあれば、逆にこうデザイナーズみたいなんて、ただ形にこだわってるなっていうところも結構あるんですよね。素材なんかこれチャッチ普通にユニクロ買わないやんみたいな感じもあったりするんやけども、まあ、それはね価値観人によってちゃうから、こう見た目さえ良ければいいっていう人もいてるし、やっぱ素材からこだわりたいっていう人もいてるんでね、そこはまあいろんな考え方があっていいなとは思うんですけども、まあ、そういった経緯でね、僕はノースフェイスを買うようになって、まあ、いろんなアウトドアブランドとか、まあ、いろんな日本の会社とかっていうところをね見ていくようにはなりました。だから結構ね、僕のこの意見にね賛同していただける方ってね、僕のチャンネル多いんちゃうかなって思ってるんですよ、勝手にね。で逆にそういうのが興味ない人っていうのはね、あんまり僕のチャンネル見ないと思いますので、ファストファッションとか、まあ、そういうユニクロとか GU とかね、そういうのがねお好きっていう方もいらっしゃると思うんで、まあ、僕自身もね2017年ぐらいまではあんまり意味分かってなかったし、ただのロゴのブランドやとしか思ってなかったんやけども、知っていけばね、あ、面白いなと。例えば世界最古のね記事って何なんかなと思ったりしたらね、エジプトのこうやってピラミッドこうやってやってるじゃないですか。でピラミッドのとこにこの古代エジプトみたいなのやってるのあるんですけど、あれ実は麻っていうね素材が使われて、今でもねリネンっていうのはね、あのシャツとかで使われたりするんですけども、それぐらい昔からある、もう何千年も前からあると思ったら、こういうねノースフェイスでよく使われてるナイロンっていうのはね、たった100年ぐらい前からできた、ほんまにえらい差があったりするんですよ。だけどそんなも全然知らんじゃないですか。片や何千年も前からあって、片やほんま100年ぐらい前からできたもんって、パーって同じくね洋服屋さんとかにかかってても、全然知らんまま見てるけど、知ってみたらね、おもろいなってなったりすると思うんで、まあこれからもねそんな情報をねお話ししていこうと思っております。ということで本日はですね、どうして大量にノースフェイスを買うようになったのというところでお話をさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。